先日のヨルコス戦は4対2で勝つことができました。毎年3本の指に入るエルコスという強豪に勝てたことは非常に嬉しく思います。個人としても、ある程度いいパフォーマンスを示すことはできましたが、また得点という結果を残すことはできませんでした。次こそ、得点という結果にこだわって、もっともっと頑張っていきたいなと思います。日本から応援よろしくお願いします。